タカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気しましたでしょうか。僕のチャンネルではちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものをですね、クラウドファンディングを中心にご紹介させていただいているチャンネルになっております。このように再生リストをまとめさせていただいておりますので、ぜひですね、チャンネル登録と高評価、そして再生の方よろしくお願いいたします。皆さん、Apple Watch シリーズ7は買いますか？はい。僕はですね、Apple Watch シリーズ7買おうかどうかすごい今迷ってます。でも、それよりも何よりも Apple Watch買おうと思っているそこのあなたがですね、Apple Watch発売に備えた本格的なね、アクセサリーも育てたいと思いませんか？僕はね、結構そういうアクセサリー面のところも気になっておりまして、今回はですね、本格レザーの、存在感が抜群な秋冬、まさしく Apple Watch の新しいシリーズ7が出た時にですね、映える Apple Watch レザーバンドと AirPods Pro のケースをね、ご紹介したいと思います。そちらの商品というのがですね、今回ちょっとメーカー様からお借りしていまして、こちらの4本のレザーバンドと、このおしゃれなね、AirPods Pro のケースになっていまして、定番のブラックをラインナップした、Apple Watch レザーバンドと、AirPods Pro のこのケースなんですけど、今回のこの商品、グラマスというブランドと、あとアウトドアブランド、デイブレイクという、ブランドがあるんですけども、そちらとのコラボアイテムになっています。で、素材にはですね、アメリカシカゴのローホタンナーの、放印社が仕掛ける、クロムエクセルレザーというものを使っていまして、この、クロムエクセルレザーがまたね、これ素晴らしいんですよ。結構こう男の人だったらかっこいいって思うような、まあレザーになっているので、そこら辺のところも注意してですね、見ていただければなと思います。実はですね、このブランドなんですけど、タカさんのですね、前職のアパレルブランドの知り合いが、今回ね働いている会社のものになっておりまして、結構ですね、その会社レザー製品に特化した、ものをいっぱい作っているので、今回ねワクワクしています。はい、まあとにかくねかっこいいアクセサリーになっているので、秋にシリーズ7を検討している方とか、AirPods ケース新しく新調したいよっていう方はですね、ちょっと待っていただいてですね、こちら支援してもらうのを検討いただけないでしょうか。はい、でこちらなんですけど、価格としてはですね、この Apple Watch のレザーバンドそれぞれですね、1本3980円から販売しておりまして、こちらの AirPods ケースに関しましては1個6800円から販売する形になっております。で、こちらそれぞれ製品特徴をまずご紹介させていただくとですね、こちらの、Apple Watch のレザーバンドに関しましては、存在感が溢れるアメリカ放印社製のクロムエクセルレザーを使っているというところ、また着脱が非常に簡単で、Apple Watch のスポーツバンド、あれを、創出させるような、非常に付け心地がいい、レザーバンドになっているというところ、さらには全ての Apple Watch に対応していまして、この秋発売のシリーズ7にも対応しているというところです。はい。でさらにはこちらの AirPods ケースの方の特徴としましてはですね、着脱が1秒と非常に簡単で、なおかつカバンや、パンツに取り付けも可能な、非常に便利な仕様になっているというところと、存在感が溢れる、放印社製のまたこのクロムエクセルレザーもこちらも使用しているっていうところです。でさらには AirPods を、表裏気にせずですね収納できるので、非常に、使いやすさにこだわっている仕様になっています。それじゃあ早速商品の方を詳しく見ていきましょう。今回ご紹介する Apple Watch のレザーバンドと、あと AirPods のケースになっています。4色展開になっていて、ブラック、ブラウン、あとはですね、フォレストグリーン、バーガンディという形になっています。でケースに関しては今回バーガンディだけをご提供いただいている感じです。で一応ですね、こちらのケースに関しても同じような、展開になっているので、両方4色展開だっていうのは覚えておいてください。ちょっとね色味がこういう風に見てもらって、同じバーガンディでも違うよっていう風に思うかもしれないんですよ。まあそれはね取る部位が違ったりとかしてこういう風に現れているので、実際届いてみてからね、どういう模様で来るかっていうのも楽しめる一つのポイントにはなっています。はい。でまず Apple Watch の、レザーバンドの方からですね、詳しくご紹介できればなという風に思います。僕が使ってる Apple Watch なんですけど、 44mm の、このレッド、プロダクトレッドの Apple Watch になっておりまして、一応今回は、これに合わせてですね、L サイズの方をご用意していただきました。L サイズは 42mm から 45mm、 いわゆる、第1から第7までの世代を網羅
している形になっています。で、手首周りは150から195ミリに対応していて、重さ 21g っていう形になっているので、持った感じもですねレザーなんですけど、あんまり重たさは感じません。で、手首自体もですね結構この調節穴が大きいので、そこら辺の部位も含めてですね結構、使いやすいんじゃないかなっていうふうには思っています。はい。で、 S サイズは38ミリから41ミリになっていて、まあ、手首周りも140から190に対応しているので、女性だったら、多分ねあのほとんどの人が、小さいモデルを持っていると思うので、こちらの S サイズを、ご選択いただくことになるでしょう。はい。多分 L サイズの、42から45ミリを、選択している人ってほぼ男性なので、まあ、あの女性でもしこれ選択している人いたら若干ね、大きすぎるとかそういった事象も起きるかもしれないので、まあ、そこはねご了承ください。じゃあ早速ですねちょっとつけてみた感じっていうのを皆様にご紹介できればなと思います。プロダクトレッドなので結構赤々しいです。はい。まずは、ブラックをちょっとつけてみましょう。つけ方も非常に簡単で、あの普通のねアップルウォッチの、レーザー、ベルトと全く同じようにつけれます。ブラックにつけてみた感じ、プロダクトレッドだとこういう風に見えまして、黒がやっぱりこう赤にね生えてる感じがわかりますかね。なのでつけてみた時もですねちょっとかっこいい、なんかロックテイストな感じの、アップルウォッチの、レザーバンドに見えますね。はい。これ結構僕的にはブラックとレッドの組み合わせは、かなりいいんじゃないかなって思います。続いて、ブラウンをつけてみたいと思うんですけども、ブラウンの場合はダークブラウンみたいな形になっていて、レッドにつけた感じはこんな感じですね。ちょっと合ってないわけではないんですけど、 赤とはちょっとね、違和感が感じますね。もしブラウンに合わせるんだったら、黒いアップルウォッチがあると思うんで、あれとかに合わせた方が多分合わせやすいんじゃないかなと思います。あとはね、この、秋に発売されるシリーズ7の、緑、あれとも、結構組み合わせとしては合ってるかなって感じがしますね。はい。で、続いてこのフォレストグリーン、これを合わせてみましょう。フォレストグリーンで合わせるとこんな感じ。なんかアーミー感が非常に強くてですね、個人的にはかっこいいなって感じがします。はい。まあ腕につけてみた感じもこんな感じ。なんか緑と赤って意外と結構合う感じで、なんかイタリアを喪失させるようなかなり、濃いコントラスト醸し出してますね。で、やっぱり僕の中で大本命っていうのがこのバーガンディーになってまして、フォレストグリーンもやっぱりこうかっこいいんですけど、やっぱり緑で合わせるならシリーズ7の緑と両方合わせた方が絶対かっこいいなと思っていて、やっぱ赤に合わせるならこのバーガンディー、いわゆる皮でいう赤色ですね、これがやっぱり一番合うんじゃないかなと思います。やっぱりそうですね、赤にはバーガンディー一番合いますね。この赤って結構明るい赤じゃないですか。なんですけどこのバーガンディーは渋みのあるワインレッドみたいな形なので、大人っぽさが非常に引き立ちます。はい。こういう風に腕にこうつけた時もですね、やっぱりこう何ですか、大人っぽい赤が非常に目立つので、非常にマッチしてますね。僕結構赤い系の、アクセサリーが多いので、この統一感は結構僕としては嬉しいですね。はい。続いてはですね、こちらの AirPods Pro ケースをご紹介したいと思います。この AirPods Pro ケース、ケース部分のサイズとしてはワイド66の H50 の D29mm っていう形で、まあそんな大きすぎるわけでもございません。で、この吊り下げフックっていうのが結構特殊でして、あの通常のフックとは違ってかけるタイプのフックを使ってるんですよね。なので、通常のああいう吊り下げフックって多分あのベルト穴とかがないズボンだったらつけれないと思うんですけど、これだったらどんなズボンにもつけるので、これ結構便利な仕様になっています。で、ここが、ワイド8の H72 の D20mm っていう形になっているので非常に使いやすいと感じています。で、重量は 63g になっていて、やっぱこの金具がついている分若干さっきよりは重いです。で、入れ方としてはこれ両方こういう風にね穴が開いてるので、この AirPods 特有のこの充電インジケーターを、どちらを、前にしてもですね確認することができるっていうのは結構嬉しいですね。はい。で、またこの下の部分から充電とかもそのまま可能にはなっているので、そこら辺も結構配慮して作られているなという風に感じがしています。はい。で、一応 AirPods を入れてみた感じこんな感じ。結構あのかっこいいですね。横から見てもこの AirPods がチラッと見える具合がちょっと大人っぽくてですね、僕的には結構好きです。一応ですね、この2つともなんですけど、この本製品に使用されている牛本革のクロムエクセルレザーに関しては合成皮革や片押しレザーとは違ってですね、まあちょっと見てもらって分かる通り、動物の生きた証ともいえるシワとか、あと傷跡などが自然の、ままですね生かされているんですよ。なので、一見、これシワあるよ、これ傷あるよ、これ不良じゃねえの
かよっていう風に皆さん思うかもしれないですけど、そうじゃなくてこれは味だと思っておいてください。で、まあこれですね、使っていくにつれてオイルが馴染むので、そこら辺のところもね楽しんでもらえるのが一番僕としては嬉しいなと思います。一応この2つに使われている、法印社が手掛けるクロムエクセルレーザーについて皆さんにもう少し詳しくご紹介しましょう。で、この法印社が手掛けるクロムエクセルレーザーは、その圧倒的なですねオイルの、副有量から、オイルレザーの王様とも呼ばれています。美しい見た目とは対照的にですね、ワークブーツの素材にも結構仕切られているタフなレザーとなっていて、100年以上も変わらぬね伝統的手法でじっくりオイルを浸透させた高品質なオイルドレザーになってるんですよ。なので、水辺の多いアウトドアシーンでも使えますし、上品なね、レザーとして、男や大人を磨くワンツールとして使っていただくのもいいと思います。また、オイルがたっぷり含まれているのにもかかわらず、一切ですねこうベタつき感があんまりなくて、安いオイルレザーだと、結構ねそういうベタつきっていうのが気になるんですけども、これはむしろですね結構しっとりした肌触りで、なんか永遠に持っていたいなっていう風に思います。こちらのね、クロムエクセルレーザーに関してはこのオイル感っていうのが半永久的に乾燥しない仕様になっているので、ほぼねノーメンテナンスだっていうところも結構僕としてはね、非常にいいなっていう風に思ってるポイントです。はい。通常のレーザーっていうのはやっぱりこうオイルがだんだん乾いてきてカピカピになるんですよね。なんでやっぱりこう上からこうオイルを含んであげるとかしないとですね、こういう風に綺麗に、保つことはできないんですけども、これに関してはそれをしなくていいっていうところは非常にね革製品として初心者でもとっつきやすい製品だなっていう風に感じましたね。はい。またこう革をねこう曲げたりこう押したりするたびですね、こう革のね変化っていうのが若干なんですけどわかるんですよ。なのでこういうところでまあだんだん使っていくにつれて変化していくっていうのが結構ね面白いと思います。さらにはこれね革には珍しい撥水効果っていうのも発揮する商品になっていまして、例えばアップルウォッチをつけたまままあトイレとか行って手洗ったりとか、あとは水場でちょっと作業したりとかってあると思うんですよ。そういう時にも、これわざわざ革だから外さなきゃっていう風に皆さん思うと思うんですけど、そういうのしなくていいっていうところでは結構僕としてはこれいいなっていう風に思いました。ちょっとですねこれどれくらい撥水効果があるのかっていうのも一緒に見ていきましょう。水で手を洗っていてですね、で当たってしまいましたっていう風になっても、見てくださいこの撥水性すごくないですか。さっきちょっと濡らしたんですよ。それでもこんな感じでやってもすっげー水弾くんですよ。これは素晴らしいなっていう風に思います。革ベルトでこんな撥水するのなかなかないです。はい、いかがだったでしょうか。まあ結構撥水してましたよね。はい、非常にですねまあ普段使いとしても使いやすいと感じます。はい、使用特性っていうところなんですけど、これアップルウォッチのレザーバンドなんですけど、これ見てもらって時計を普段からこういうのよくされてる人はですね、これ珍しいなって思うと思うんですけど、革製品のこういった時計にあるものがないんですよ。実際革製品の時計っていうのはこの写真のように、実際ねこのベルトをここに通した時にここでね固定する用の輪っか2つあるんですけど、それが、普通あるんですが、これはなくて、アップルウォッチのあのスポーツバンドみたいな感じで通したあとこれを中に入れる、こういう感じになるんですよね。なので、見た目としてもすごい非常にスッキリしているし、使いやすさとしても抜群に使いやすいです。やっぱり、実際ねこう腕につける時もなんかいつものアップルウォッチの、スポーツバンド、あれをつけているかのようにつけれて、結構ねこのつけやすさっていうのは驚きのつけやすさですね。肌に直接触れるこの裏生地に関しては、汗や水に強い PU レザーというものを使用していまして、さらにですねこれ見てもらって分かる通りノンステッチ仕上げにすることで、この生地への汗の侵入とかも防いでですね、革の劣化とか雑菌が繁殖するっていうようなそういった嫌な匂いの発生も抑制できるっていう点では結構これ考えて作ってるなーっていう風に感じましたね。うん、アプローチのレザーバンド一つにおいても革を活かした、革製品の手法をもろに実感できる製品だなっていう風に感じました。続いてこのエアポッツケースなんですけど、エアポッツはねこれ大変優れてるんですけど、僕もよくやりがちなんですが、結構ねなくしやすいんですよ。ツルツルして落としやすかったりとか、あとはねポケットにこのまま入れてたらそのまま充電ケースを洗っちゃったりとかってあって、僕何回か壊したことがあるんですけど、そういった悩みをですねこれだったら解決できるような商品になっています。はい。で、このエアポッツケースいろいろとこう考えられていまして、ここ輪っかがあるんでここにね鍵を通してあげると、こういう写真のようにですね、鍵を、搭載した、まあ、キーケースとしての役割
割も果たしてくれますし、なおかつこのフックなんですけど、このフックが結構良くて、ちょっと見てもらいたいんですけど、こういったね、普通のスウェットの場合って、何もベルトを通す穴ってないんですよ。だけどこのフックを使えば、これね、このズボンのこの上の部分にこうやってすれば、こういう感じでね、AirPods を、持ち歩くことが可能なので、こうやって普通に歩いてたらね、結構かっこよく持ち歩きが可能なので、スタイリッシュにね、まあどんなパンツにも合わせやすいなっていう風に感じがしました。一応ですね、これこういう風にね、ジャンプしても全然落ちないし、なんか傾いても大丈夫っていう点では結構ね、これ使いやすいですね。これ逆髪がある分だけあって、この AirPods も非常に固定されてるし、なおかつですね、こうジャンプしてもね、こうずれたりとかもしなかったと思うんですよ。なので結構これ考えられたフックにはなってるなって感じがしています。さらにはですね、これ、応用編の使い方としてなんですけど、Apple といったら、やっぱり最近ね、皆さん結構安いことから持たれてることが多いと思うんですが、こういったね、AirTag あると思うんですよ。この AirTag をですね、この丸カンのところに、まあ、こういう風にね、この AirTag を付けてあげるだけで、この AirPods 自体をなくすっていうのも、未然に防ぐことが可能なので、そういう意味ではこれかなり使いやすいかなって感じがしましたね。はい。で、さらにはですね、こちら、革の薄さ的にも非常に薄いので、これ実はね、チー対応にも対応しているんですよ。なので、チー充電っていうところもこのケースを入れたままこう置いたら充電が可能な形になっているので、そこは結構僕としてはですね、使い勝手がいいなって感じがしましたね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。共にめちゃくちゃかっこいいレザー商品になっていましたね。まあ、細かいディティールとか細かい配慮が結構されていて、とても使いやすいレザーグッズになっているなっていう風に思いました。まあ、選ぶならこういうブラックよりもですね、色がついている方が経年変化はやっぱりこう楽しめるなと思っていて、やっぱこうバーガンディも見てもらってわかるようにですね、やっぱこう色の変化が非常に激しいですよね。なので、まあ、かっこよさを選ぶならブラック、色の変化も楽しみたいならやっぱこういうバーガンディとか色がついたものっていうのを選んでいただくのをお勧めいたします。で、ちょっと使ってみてですね、やっぱこうメリットデメリットっていうのがあったのでご紹介させていただくと、メリットとしては、まあ、とにかくレザー製品として非常にかっこよくて、アップル製品がまた一つかっこよくなりますよっていうところでは非常にメリットかなって感じています。で、使いやすい設計していて、やっぱりこのレザーバンドもそうですけど、こういう風にね、よりアップル製品に近い構造をしているっていうのはかなり僕としては、使いやすいなって感じがしています。特にこっちに関してもケース入れたままチー充電ができるっていう、あとこういうね、リングがたくさんついているので、こういうエアタグをつけれるとか、そういったね、使い方ができるのは非常に便利でした。で、なんといってもですね、このインジケーターがケースに入れたまま確認できる、これもね、また一ついいポイントだとは思います。はい。あと最後のメリットとしては、オイルレザーなので結構肌触りも良くてですね、しっとりしていてパサつきのなくて、ずっと持っておきたいレザー製品だなって感じさせてくれるっていうところも結構僕としてはいいなと思いました。はい。で、デメリットっていうところなんですけど、サーバンドに関しては僕ちょっとね、不満はないんですけど、こっちのケース1個だけね、1個だけ不満があるんですよ。で、何っていうとですね、これ両方を、どっち向きでも入れれるように穴はしてくれてるところは非常にありがたいんですけども、もしできるならこれカバーしちゃってるからこっちでは見えないので、できればこのカバーのここ部分にちょっと穴開いてるともっと使いやすいなっていう風には感じがしていました。まあでもね、ここにロゴが入っちゃってるので、やっぱそれは難しいかなというところがあるのと、あとやっぱりここ、まあ、前編に穴開いてないことで、まあまた一つね、このレザー製品としてはしっくりこう固まってるっていうところもあるので、まあそれでもいいのかなっていう感じがしています。まあとはいえど、まあデメリットを打ち消す圧倒的なメリットと、あとこのかっこよさがあるので、まあこの秋出る Apple Watch のシリーズ7とも合わせやすいと思います。色合い的にもですね、シリーズ7によく似た色合いにはなっているので、ぜひご検討ください。こちら幕開けの方で支援しておりますので、支援の方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。